はいどうもピオキングです。今日はですねピージャンの神にねなりに来たんですよ。というのもピージャンの試練っていうこのコース、まあ、左下にですねピージャンの神ならできますよね あのピージャンは確か前回、まあ、以前ぐらいかな、以前出した動画で結構得意って僕言ってたような気がするんですよ。まあ言ってたんですけどね、まあ事実結構得意な部類に入るんですよ。まあピージャンの神ならできますよねっていうステージだからちょっとやっていきたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。この P スイッチを全てね全部押すんだ、全部っていうことは、このコースにある P スイッチを全部踏まなきゃいけないっぽいんですよね。まあこのニューマリノスキンの P スイッチっていうのはそんなに難しいもんじゃないんですよまあ多分ですけどまあ多分ですけど、まあこのコースまだ全部やってないからわかんないんですけど、あのクリア率がね 0.7% だったからそんなに難しくないと思うんですよね。まあおそらく一発でいけることはないと思うんですけど、今のところ順調ですね。ここで中間ポイントか、うわ中間ポイントくれないんだ。ここで半分っぽいね。今27個か、オッケーオッケー、このまま30個せめて一発でクリアしたいな、一発でいきたい。よしオッケーで、ジャンプ、ちょ危ねえ、ここ危ないね。よし今40個残り8個か、オッケー、多分このままもクリアできると思うんですけど、どうなんだろう。ここで一気アップ、そして嘘あと一歩じゃん。うわこれ惜しい、めっちゃ惜しい。待って、これまた最初からする、また最初からするまた最初からして、みんな見る、今のゴールでいいよね、もう今の一発ゴールっていうことでいいよね。みんなそういうことにしてね、そういうことにして、これ早送りした方がいい、まあ早送りしない方がいいか、これさうるせえごめん、うるさいね、ごめんね。まあこんだけ喋りながらピーちゃんでもね、このニューマリノスキンだったら意外とやれるんですよ。マリオがですね、あの空中スピンができるからね、めっちゃなんていうのかな、調整が効くんですよ。もうこんな感じで、まあ意外とねゆっくり行けば、まあ大体誰でもコースクリアできると思います。ごめん、誰でもはごめん誰でもは嘘かもしんないね。よしでここでチョビちゃんでしょ、オッケーオッケーで右、いや間に合うか、これいける、間に合うっていうか、まあ時間制限はないんですけど、このまんま今何個、今47個48の49、多分ここでゴールでしょ。最後1個は、最後1個どんな感じ、うわこんな感じね怖いね、怖いんですけど、あれをきっちり踏んでいこう、よっしゃはい、それじゃあですね、このピージャンの試練1個目はクリアできたんですけど、この方ですね 234 って出してるんですよ。それは見てみるとね、前回より10個増えました、そして前回より10個増えました、多分パート2より10個増えたってことでねことでねってで最後はパート1より30個増えたっていう感じになるんじゃないかな。今回80個でまだ誰もクリアしてないんですよね。で相当難しいんじゃないかな、80個だよ80個。でもね今日 P ジャンの神になりに来たから、ちょっとこのね P ジャンの試練4、このコースをですねクリアしていきたいと思います。多分相当難しくなってると思うんですよね。おそらくさっきみたいに調子よくどんどんクリアできないと思うんですよ。までもそれでもね P ジャンの神なんで、私 P ジャンの神ピオキングなんで、まあ P ジャンの神ピオキングと呼んでください。このコースをクリアできたら、あの P ジャンの神ピオキングって呼んでください。めっちゃ神そう待って、めっちゃ神そう、 P ジャンの神ピオキングってめっちゃ神そうじゃない。でこのコースですね、まだ誰もクリアしてないですから、一番乗り狙いたい、マジで一番乗り狙いたい。だからこのコースをクリアできるまで僕は今日やめません。はい、このコースをクリアできるまでマジでやめません。ちょっと待って、ちょ危ねえいや今ので40個めっちゃきつ、ちょっと待って、めっちゃきつ、うーわなんかバブルいるし、バブルいるね、このバブルが下に行くタイミングで、ほほほ、いやマジでここちょっと集中していい、はいよっしゃ、オッケーオッケーいや待って、これバブル上上がってクリアつきついって、大丈夫、ちょっと待って、これ右で、はい、うわ怖い、これ待って、マジで一発でいきたい、これほん一発だったらマジすごいよね、一発でマジでいったらすごいんだと思うんですよ、ほんとやられた、ここはマジむずいね。いやそしてね、僕いつも思うんですよね、まあ、こういうコースやってると、なんていうのかな、また同じところを見せなくちゃいけないわけじゃん。まあ、さっきやられてしまったんですけれども、まあ、さっき言ったところまでね、めっちゃ長かったじゃん。ね、まあ、40個、50個ぐらいだったっけな。まあ、P じゃん50個ぐらいのところまでね。ごめん、ちょっと待って。
ちょっとゲップがこみ上げてきちゃいまして、ごめんね汚い話して。でさっきの言ったところまでめっちゃ長かったんですよ。それをまたね見せるのかみたいなね、もうここカットしろよみたいな思ってると思うんですよ。まあ話の内容っていうのはちょっと待って間違えた、はいはいはい、ほいオッケーオッケーね、違うと思うんですけど、またね悩むんですよね。いつも悩んでます、こういうコース。まあクリアした時、まあ一番最初から見せるっていうのがね結構いい感じ、いい感じってかいい動画っていうか、まあわかんないんですよ、もう何を言っているかわからない。もう何を言ってるかわからない。ちょっとマジでこのねピーちゃんに集中していい、ピーちゃんに集中しますね。ほいオッケーオッケー。でさっきやられたのどの辺だったっけ、もう少し先だった、あ結構いってるだ、もうここら辺で60、オッケーオッケー、じゃあよしいける、ほいよしオッケー、危ねえ。マジで集中するわ。おっとここで結構厳しそうな場所来ましたよ。ここスピンジャンプで行くのがいいのかな、どうなんだろう、スピンジャンプで行こうか。いや待って、スピンジャンプで行ったらこの空中スピンできないからね、どうしよう、チョビジャンで行くわ。ほっよしこれで行く、これマジ安泰、これ安泰でしょ、よし来た、じゃあほいほいほい、よし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 、やったこれでクリア、あと1個か、なるほどここでクリアって感じか。いや楽勝だ、行きます、はいやったビジャンの神になれます。それじゃあ今日はですね、ここで一画面コースをやっていくんですけど、まあ、いつもね最初に動画の最初にやることが多いんですよね。まあサラダさんっていうねあの方のコースが多いんですけどね、今日はですねこのハリボテキラーとカペクリア率はまあまあ高い部類に入るのかな、 2.85% で、このコースね以前なんか僕がですねこのハリボテキラー、そのハリボテキラーをかぶったままゴールじゃねえや、ハリボテキラーをかぶるのが好きだって言ってね、あのリスナーさんがじゃあこういうコースどうですかって言って送ってきてくれたんですよ。おそらく自分のコースだと思うんですけど、これはちょっと待って、全然意味わかんない、待って全然意味わかんない、はどういうことこれ、いやマジで意味わかんない、どういうことだこれ、どういうことこれ、一回当たっていい、あら、あ、わかったわかったわかった、ちょっと一回スタートからやり直しますね。これさ、さっきみたいにこっからジャンプじゃないで、この回転ジャンプまで最大限上まで行くとこまで行って、ちょっとこうやってカビキックしていってみますね。多分これでいけるんじゃないかな、いやもうちょっと頑張れ、もうちょっと頑張れって、絶対ねこの行き方で合ってると思うんですよ。スピンジャンプからのスピンジャンプって言えば、ね、いいのかな、これ何ジャンプで壁キックするみたいな、多分これで合ってると思うんですよ。オッケー来たー、やったー、嬉しいありがとうございました。はい、それじゃあ今日のコース最後になりますけど、このコースすっごい面白そうなんですよ。クリア率 1.28% で、まあ、そこそこ難しい部類に入ると思いますね。ポケマリオさんが作ったのか、ポケマリオってめっちゃ可愛いよね、ポケットマリオみたいな、いやありがとう、最初1キャップ2つくれるんだ。これは最初カメを踏んで右側に行けみたいな感じでしょ、オッケーオッケー、で左側から踏みます、でジャンプ、オッケーオッケー、で次はいやーちょっと待ってタイミング、めっちゃタイミングが良くなかったな今。ビヨンさ、ビヨンっていうかさっきのカメさ、結構タイミング重要になるよね。ここタイミングよく A ボタン押さなきゃいけないみたいな、そしてここビヨンで奥奥でジャンプの花ちゃん、いやなかなかいいよこれ、なかなか面白いよ、ジャンプで右 OK、 あっちょっと待って、わかんないわかんない、危ねえありがとう、いやーたまたまですね、一発、一発じゃねえか、さっきやられたもんね。じゃあ次行きますか、ここはおそらくですけどリフトに乗って R ボタン、そしてこのボブヘッドともに行く、そんな感じでしょ、いやいけるいける大丈夫、おっといけるのか、これ一発でいけたい、チャンプ、いやいいよこれいいよ、ちょっとちょっと危ねえ危ねえ、あれいやいけた、ナイスいやマジで一発ですからねこれ、いや今ちょっとカット入れたけどさ、これマジで一発なんですよ。一番最初のカウント入れないで、一番最初のカウント入れないで、ちょっと待ってここ一回右なんでこういう時やられるんだろうね、なんでこういう時やられるんだろうね、ね、ここで行ったらまあほぼ一発みたいなもんじゃん、なんでそういう時やられるんだろう、いつもいいところでさ、まあこういう時なんかね一旦ね沼るとずっと沼るんですよ。なんかみんなさマリオやってるとそんな時ない、なんか沼っちゃうと思う、なんかずっと同じとこでやられるみたいな、そして一回やられたらずっともうやられるみたいな、待ってこれはどういう意味だ、全然わかんねえな、どういうことこれ、ここあれだね、オンオフをして連れて行けみたいな、これメット連れて行けみたいな感じだと思うんですよ。オッケー、あなんか持った、大丈夫、これはどうす、どうすればいいんだ何これ、
Z、 あ、わかったわかった、クリボンを投げて回転ジャンプで踏んでいけみたいな感じでしょう、きっと多分そんな感じでいいと思うんですね。ここよう考えたらそんなに難しくないな。で、ここで一旦投げます。投げておいてここで回転、うーわ加速割る。まあまあ次でいけるでしょ、今回結構やられてんなとか思うんですけど、まあ次でいけると思います。氷の差とこの加速がマジで悪いんだよ、初速がマジで悪かった。ここで一回ね投げておいて、はいの、オッケーオッケーオッケー、おお、こんな感じなんだ、すごっ、最後すごっちょっとびっくりしましたけど無事ゴールできました。そしてね、僕思うんですよ、これ一回クリアした後ってもう一回すれば一発でいけるんじゃない説、意外とあると思うんですよね。だからね、今回これが一発でクリアできるのか試していきたいと思います。まあさっきやったコースだからね、まあ見てるみんな面白くはないとは、やめよ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。